はい、こんにちは、山寺と申します。さあ、まあいろんな紹介シリーズの、ね、中で撮ってますけどね、今日はね、ちょっとね、喉が渇いたんですよね。ってことで、ね、そうだ、こんなの買ってあったなと思ってね、これね、飲もうと思います。本当はね、その場で買おうと思って、買ったやつだったんですけどね、これね、皆さん知ってますかね、これどこら辺まで売ってるのか私知らないですけどね、クリームソーダスマックっていうのがあるんですね。スマックゴールドっていうのをね、売ってるんですよ。これね、桑名だったかな、ご当地が。どこが作ってるんだったっけな。こっちに書いてありますね。鈴木高専株式会社っていうところでね、三重県桑名市の江場ですね、江場中野町、で、作ってるっていうね、ご当地飲料なんですね。ご当地サイダー、サイダーでもないですよね、クリームソーダなんですよ。っていうのがね、ありましてね。これ昔からね、桑名ではずっと売ってて、で、今はね、四日市でも買えます。四日市も1号館とかでね、たまに売ってるのを見かけるんですけど、これがね、この前、桑名行った時にね、動画としては何の時だ。桑名に行ったのは、養老鉄道？養老鉄道の時違うな。養老鉄道の後だな。あ、そうだ。三義鉄道のターミナルを取り、ね、に行きました。あの、最北端の駅を取りに行った。三重県最北端の駅を取りに行ったついでにというかね、三義鉄道のターミナル完全制覇というのをやっとってね、その時に西桑名駅からね、こう、桑名に行った時にね、清塚がね、あそこには、ベルマートの清塚さんがありますんでね、そこに寄った時にね、売ってたやつで、まあ、この動画でもね、ちらっと言ってますけどね、買うつもりなかったんですけどね、ちょうど桑名に行ったらね、これがね、ご当地のね、ご当地クリームソーダですっていう感じで、棚に並んでおって、どうしようかな、喉が渇いてほしい、どうしようかなと思ったらね、店員さんが、ご当地クリームソーダ売ってますよ、いかがですかってね、書き声いただいたでね、まあ、それ言われたらやっぱ買わないといけないでしょってことでね、買ってね、飲もうかなと思ったんですけど、ちょうどね、電車のタイミングとかでドタバタしておってね、撮影やらでドタバタしておってね、ちょっとぬるくなってしまったんでね、ちょっと家で冷やし直してから飲もうと思ってね、冷蔵庫にしまっとって忘れとったっていうね、オチなんですけどね、まあ、よし、ちょうど喉乾いたしなと思って、今冷蔵庫かち合ってあげたら、あ、そうや、あったなと思ってね、じゃあ、ついでにちょっと動画で紹介しようというわけでございますよ。実はね、あるのは知ってたんですけど、私飲むの初めてなんですよ。ちっちゃい時はね、私炭酸飲料飲めなくてね、コーラとかも全く何も飲めなかったんですよ。今もコーラそんなに飲まないですけどね、ドクペは死ぬほど飲みますけどね、ドクターペッパーはめちゃくちゃ飲みますけど、とかドクターペッパーで炭酸飲料を克服したようなね、感もありますけどね。そう、あ、中はね、白い、真っ白、泡で白いのかな？ねえ。へえ。なんか、透明な入れ物に移して変えてみましょうか。ちょうどね、この前一番くじだったら僕カバースのグラスがあるんで、入れてみましょうかね、これに。さあ、洗えてあるから大丈夫やな。じゃあ、ちょっと入れてみましょう。ほう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 。一杯入りきらないか。ちょっと入りきらないでしょ。中先生。うん、白に白だから僕カバースとか余計分かりにくくなってるな。うん、あ、でもソフトな感じですね。ビタン酸って感じかな。早速いただきましょう。クリームソーダの香りですね。あ、うん。どっちかというと、うん、砂糖がそんなに強くないのかな。美味しく、さっぱりした感じでいけますね。炭酸はかなり薄めですね。うん、じわじわって泡がバワーってならないですよね。これは、ちなみに砂糖や果糖、ブドウ糖液とかも入ってるみたいですけどね、リンゴ果汁が入ってるからさっぱりしてるのかな。であと生ブドウ酒に蜂蜜とか使ってるんですね。へえ。で炭酸とかって入ってますね。クエン酸工場は保存料かな。クエン酸が保存料とかありかな。調味料も兼ねてるかな。
で、加藤脱脂練乳で作ってんだ。へえ、おいしいおいしい。これどこら辺まで売ってるんですかね。桑名に行ったら買いますよ。桑名だったらどうだろう。コンビニとかだったら売ってないかな。キヨスクは売ってましたし、これキヨスクで買ってますね。スーパーとかに、桑名の中のスーパーに入ったら、大体置いてあると思います。うん。エヴァってことは結構海側で作ってるんですね。うん。あ、まあ、コーナーももともと海とね、私でね、七里の私とかって言ってね、いわゆる木曽三世のところのね、河口沿いとかね、昔は橋がかかってなかったんですよね。で、そこが関所になっとって、要はそれでセキュリティを借りておったってわけですね、名古屋方面からね。ですので、そこは船で渡る必要があったりし。で、そこの渡し場があったのが七里の渡しって言ってね、桑名のところになってると。で、桑名は面白いのが、こう、数字の、ところが多いですよね。七里の渡しに、九ヶ条は九でしょ。あと、八軒通りとかね、七八九ってあるんですよね。で、桑名は、自分のところの、地名をね、大体数字にするときに、九八七って書いてね、桑名ってね、やりますよね。うん。ああ、欲しい。まあね、名古屋にも出やすいし、これはいい場所ですよね。JR もね、近鉄も一緒の駅になります。で、もう言うとるきにね、新しい駅舎も完成するはずですからね、できたら行きたいですね。いや、あそこ、あそこ別に行っていいんだ。ね、まあまたね、あとね、こういうふうにやってますけどね、これより先に上げてるかもしれませんけどね、いろいろとね、雑談もね、これからね、取ってくのにね、どうしようかなと思って、ちょっとね、新しい企画っていうのでね、まあ、ラジオ企画をね、ちょっと復活させようかなと思いますんで、12年ぶりぐらいにね、ラジオ企画をね、まあ、YouTube でやるの初めてなんでね、そういうなんのもね、やるのに、ちょっと今、機材の準備とかしてね、やってるんで、まあ、そのあたりもね、こうご期待いただければと思います。ということでね、まあ、この動画はね、これぐらいでね、締めたいと思います。美味しくいただきました。美味しかった。僕かわそうじゃなくて、何でしたっけ僕かわそうは美味しくはいただきなさそうなやつですからね、クリームソーダスマックゴールドね、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでね、この動画くれくれしてみたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。まあ、見かけた時にはぜひ語ってください。